レスリング柴田三條。どうも柴田です。今日はね、久々に四国のとある、まあ、よく来てる湖があるんだけど、今年はもう行ってなくて、四国の湖に来てます。バス釣りです。で、いつもねすごい、水不足というか、かなり減水してるんだけどね、夏場はね。ただ今日はすごい水が多いです。最近、まあ、ニュースにもなったけど、四国でなんかすごい大雨が降ってたじゃないですか。それでなんかこう稀に見る増水みたいな、まあここのエリアも普段水なんかないんだけど、まあ、見ての通りすごい水があるんでね、ちょっとバスが、まあ、普段水がないエリアだからこっちまで来てるのかどうかわかんないけども、まあまあまあちょっと探り探りやっていけたらなと思ってます。一応このね湖ではね坊主だったことは一回もないから、まあその坊主に、ならなきゃいいなっていう感じで、まあ、いつも行ってる、もっと向こう行ったポイントは絶対釣れると思うんで、まあ、ちょっとここら辺普段水がないエリアもちょっとやりつつ、いつも行ってる強いエリアもちょっと後で行きたいと思います。で、まあ、早速トップから。ここやっぱねすごいね水がね、こう透き通ってんだよね。こう結構その三重バスはいるんだけど、このエリアはもうこうパッと見た感じはこう三重バスとかはこういない感じだね。ちょっとワームで探ってみます。で、ダメだったらもうすぐ戻せる。おるやん。おるおる。おる、結構でかい、ひょっとして。ポールで食ってたね。おバスだ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 よ。あ、いいバスだよ。なかなかいいバス、いいバス。すごい。おで、あ、いいいいいい、全然いいバス。ちょい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 、待て待て、暴れんなって。よいしょ、いいね、いいバスよ。ほら全然いいじゃない。ちょっと測ってみようか。まあまあ大体で、大体でいいかな。お、40、50ないね。え、50あるかな。50ぐらい、40、多分ピッて伸ばしたら50ないぐらいだと思います。いや、いいね、楽しいよ。まあトップは出なかったけど、まあ、このエリアまで魚は来てるっていうことが分かったんで、まあ、もうちょっとここら辺でワームでね遊びたいと思います。でもトップもなんか食いそうだな、投げてりゃ。深さはね2メートルないぐらいだと思うね。多分ね、増水してるからね、巻いてね、こう広い範囲を探した方がいいと思うんですよ。なのでちょっとこうちょこちょこ細めに移動しつつ、いろんなポイントを探したいと思います。ちょっとだけ横移動しました。ああ、目に当てトップから。
トップの反応が悪いね。今日はトップの日じゃないのかもしれない。すげえ道だな。行きたいけど、長ズボンで来るべきだったな。まあちょっと行ってみるか。おお、怖い。びっくりした。ここはちょっとさすがにきつそうではあるけど、まあちょっと数頭やってみよっか。魚はいなそうだけどな。ゴミがすごい多い。川は基本こういう風に流れてるんだけど、あれなんか向こう、なんかちょうどこうこっちからの流れとこっちからの流れがなんかぶつかって、こう水とかゴミがすげえ溜まってるところなんだよね。で一応ゴミ引っかかんないようにフロッグで、まあ、一応ポッピングができるフロッグちょこちょこっと投げてみようと思います。こんないかにもなところでやっちゃう。いる。うわ、めっちゃいるめっちゃいるめっちゃいる。バスこれあれだな、ワームだったら余裕だな。ワーム持ってくるか。はい、お疲れ様です。釣り始めがね、まあ、時間が結構悪くてね、12時過ぎぐらいから釣り始めて今3時40分、まあ3時間半ぐらいやって、まあ、最初の50センチいかないぐらいのバスを1匹釣れました。嬉しかった。あのいつもここ来てるんだけど、すごい増水してて、やっぱ増水してると難しいね、なかなか。あと三重バスとかはすごいいたんだけど、反応がちょっと良くなかったかな。多分時間帯もそうだし、やっぱトップはあのやっぱ日に本当によるね。今日はトップ投げた時間が全部無駄だった気がするっていう感じで、いやまあでもあの釣れたんで楽しかったです。はい、まだ全然バス釣れると思うんで、寒くなるまでシーズンギリギリまでバス釣り楽しみたいと思います。って感じで久々の柴田のバス釣り動画でした。楽しかったです。お疲れ様。